陰の島、因島は、広島県尾道市に属する島である。芸予諸島北東部に位置し、本州尾道から約十七キロメートル南に位置する。島の北東側は布刈り瀬戸を挟んで、向こう島、南西側が、陸地水道を挟んで陸地島となり、それぞれ因島大橋、陸地橋で結ばれ、島並海道を構成する。東側は、横島、北西側が、細島。 小細島、詐欺島で、すべて、広島県。南側が、長崎瀬戸を挟んで、愛媛県上島諸島、与計島、壱岐島、岩木島にあたる。面積3 5 0 3トル、2014年10月時点。地質はほぼ河口岩。気候は、瀬戸内海式気候。最高峰は奥山3 9 0ル、平地が少なく山及び、 丘陵地で構成されており、中央付近を斜めに横切る。国道317号によって、奥山系と陰沈山系の二つの山系で二分される。現在の平地の多くは古来は、入江で近世からの延伝があるいは、神殿開発により土地が形成された。旧陰の島市域の中心であったが、市町村合併により現在は、小野道市。 以下郵便番号の順番で住所を表記する。島の中心は南西の羽部町になる。その西側対岸の行地島に、因島須の江町、因島原町とあるがこれは、旧因島市域であったことから。島の北側は、秋地のりと呼ばれた古くからの瀬戸内海の主要航路で、この島の南の四国と大島の海峡である、来島海峡は、 瀬戸内海有数の海の難所であったことからそこを避けるようにこの島近辺航路ができ、中世においては村上海賊、村上水軍の拠点として、近世は海鮮操業、近代以降は造船業と船で栄えた島である。平地が極端に狭かったことから、稲作は近代に入るまでほぼ行われておらず、古くは生炎が盛んで、近代以降は 旧領地と温暖な気候を生かした商品作物、花や柑橘類の栽培が行われている。寄生本因坊収作が生まれた地であり、以後の島としても知られる。旧因の島市はこの周辺の島所部において唯一市政志向したものであり、この島はインフラストラクチャーが充実し、周辺島々の中核を担っていた。旧石器時代、瀬戸内海一帯は一つの平地で、 この島は一つの丘であった。大浜の尾の道史史跡である大浜広畑遺跡は縄文後期から晩期にかけての土器が発見された異物放眼層であり、つまり古来からこの地には人が住んでいた。またこの遺跡では生炎土器が発見されており、つまり古代から塩作りが行われていたことを示している。同じく大浜の因の島第一号古墳は、 箱式石管の古墳、塔の南である山椒町の王子塚は、半径7メートルの円墳であり、双方塔も古墳時代のもので、四史石である。島の名の由来はいくつか伝承として残る。一家分かっている伝承を列挙するが、必ずしもこの順番で、名前が変化したものではない。精度の高い資料での書出は、日本三大実録での元行二年。 878年12月15日上、樹貧乏国務院島上十五井下。読みの書室は、上平年間、931年から938年に成立した和名類受賞で、野の,の松、院の島。院の島の文字は、研究2年、1191年長考同僚の、目録には遅くとも出てきている。明治十二年、百八十九年長村制。 思考後、陰頭とも呼ばれていた。平安時代末期から鎌倉時代にかけて、後白河院そしてそれに連なる人物の荘園となっている。年貢は塩であった。鎌倉中期の記録によると、水戸僧、陰の島中僧、茂井僧と三つに分かれており、地頭は、北条氏がすべて独占取得僧侶であったと考えられている。剣務の申請前後である現行三年。 1333年、五醍醐天皇は、自当職を、浄土寺に与え、以降、治療となる。この時代、浄土寺のある尾道は公益校として発展した時期で、因島で取れる塩や栗などの特産物を取り引き、しており、治療となったことで、尾道の商業権として確立したと考えられている。ただ、鎌倉末期のこの時期、島内は混乱していたことから浄土寺の支配は、及ぼらず、 県武三年、1336年、足利高氏が所領を安堵したことにより、浄土寺小園として機能するようになる。県武五年、1338年高氏は、京都当時に寄進し、以降当時小園となった。ただこの時代までのこの島には、寺自体は全く存在していなかった。南北朝時代から、室町時代初期にかけては、鎌刈小早川氏が進出してくる。 南北朝時代、西隣の幾千島と共にこの地は、南朝方が支配していたが、鉱山城を拠点とした北朝方の小早川氏がいいように、攻める中に攻略し、向浦の一の城を拠点として、公営三年、1344年から、大永年間、1394年から1427年まで支配した。因島村上市の名前が出てくるのも同じ頃である。 鎌倉末期この地の開発領主、上原助信が、現行の乱での六原短大攻めに参加した際に、一族老党の多くが戦死したため上原氏は、絶景してしまったことにを発し、伊予を拠点としていた南朝方の今岡道等が、この地を横領し来た朝方に転身したため、南朝方は、天十三年、1377年、 長慶天皇の臨時を受け村上四義が道東を討伐し、その三男である村上昭長が本、主を継承したと伝えられている。この昭長が、因島村上市の祖であると言われている。また破れた今岡氏、河野氏系の子孫はそこから一時ずつ取った、丘の姓を名乗り熊を中心に住み現在まで至っていると言われている。中世南北朝時代から室町、 戦国時代にかけて、この島は、因島村上市の拠点となる。因島に定着した、正確な時期は、蒸気の伝承ではなく確実な記録上では不明で、宝徳元年、1449年には中小に定住していたことが分かっている。彼らはこの南である伊予のの島、来島を拠点とした勢力とともに、三島村上市と呼ばれ、 ゲイヨ諸島周辺海域の周運を取り仕切った海賊州である、ルイス・フロイス、日本史にはその中の総領家である、野島村上氏のことが出てくる。なお水軍という言葉は当時は存在しておらず後の研究者が名付けたものであり、現在ではフロイスを参照し、海賊故障と併用する傾向にある。フロイスは通行する船から闇雲に金品を強奪する海賊としているが、 実態はいわゆる水先案内人であったと現在では考えられている。この周辺は南北に大小様々な島が連なり、干満で潮の流れが激変し、さらに伊予川の来島海峡は現在でも最大で10ノット、約時速18キロメートルの9時と古来からの海の難所であったため、三島村上氏が水先案内人として、航行の手助けをし、稽古量と呼ぶ通行量を取り、 彼らのルールに従わない者には武力を用いたのである。三島村上氏は当初小勢力に過ぎなかったが次第に勢力を拡大し、周辺海域の海運を掌握していく。その中で、インド島村上氏は本州側の主要航路である、空き地の利用を抑え、航路周辺に海場や見張り台を構築していき、その付近の岩礁には船の係留場所が設けられ、 海岸部では平地を埋め立て平坦及び生活拠点を形成していた。そこには海産物の加工場や造船及び修理場もあったことが分かっている。また菩提寺として金蓮寺、島で最初に建立された寺である、を建立するなど文化人としての顔も持ち合わせていた。因島村上市と他の三島村上市との大きな違いは早くから 山陽側の大名と結びついていき、所領を持っていたことである。日民貿易の頃には、因島村上市、村上吉市は、貧乏守護大名である山梨に取り入り、県民戦の慶五州つまり護衛を命じられている。またこの島の西側は、小早川水軍の縄張りであり小早川市とも関係を深めていき、村上義光の時代である天文二十四年、1555年、 五福島の戦いの際には、早川水軍と共に、毛利氏に加勢し、この勝利により、北側の向島の所領を与えられた。現在、因島水軍城に展示されている、室町時代末期作の軽武装用鎧白紙飛士、段位原末期深部と間びさは吉光が、小早川軽より配慮したと伝わっている。以降、毛利氏の元につき、毛利水軍、傍聴計略、文字城の戦い、 第一次木津川口の戦いなどに従軍した。以下、因島にある、因島村上市関連の、主な上司を列挙する。村上市と関係ないものも含めこれ以外にも上司は、ある。また他の島にも因島村上市の城があるがここでは、記載を省略する。縄張りの最大範囲は、東端が、現在の福山市域になる、宗島あたりで、田島。 百島には城があった。南側は、与計島、岩木島、粋名島にも支配権があった。西側は、陸地市、小早川市系が支配していた、陸地島であるが、陸地島の南側一部を一時的に支配していた。豊臣秀吉が天下を統一して、以降のことになる天正十六年、1588年、海賊停止令により、海賊、 水軍勢力としての村上市は解体された。江戸時代、この地は広島藩領となる。近世初期に西めぐる海運が確立し北前船などの海船によって交易網が確立すると、島では交易品として塩が取り扱われ、周辺には商人によって塩田が開発されていき、浜旦那と呼ばれる塩田地主、経営者が誕生した。 当時の島の代表的な演伝としては、茂いに、茂井浜、羽生に、金山浜、赤松浜、向浦に、文久深海浜とあった。また、近世初期まで米の時給がままならなかった、この島に、聖徳三年、1713年下見、吉十郎によって、さつまいもが持ち込まれると、以降近代まで主食となっていった。一方で、中期になると、 海賊の心配がない太平の世となったことに加え、総船技術の向上により、それまでの主要航路だった山陽側の地乗りから瀬戸内海中央部を航行する沖乗りが主流となっていく。つまり島の北側から島の南側に主流航路が移っていったことになる。原版通史に書かれた文政元年1818 18年での党内閣。 地域別の線数と赤穀高によると、線数で見ると、ハブ、山椒が飛び抜けて多く、赤穀高で見ると、無空山椒が飛び抜けて大きいことから、島の南側が中心であったことがわかる。これら因島海戦は雇用前の運搬に従事し、広島藩の台所と言われた尾道から大阪、あるいは西巡る海運に沿って、北陸、 東北から北海道まさきまで輸送を行っていた。原版通詞の一船あたりの赤国高で見ると圧倒的に向く裏、つまり向く裏海戦の実力が抜けており、藩内トップで全国的に見ても上位に位置していた。向く裏には当時の上野党が現在も残っている。ここで生まれた船乗りは近代に入ると高等船員となった。 廃藩置県後、広島県三木郡となる。近代に入ると基本線の登場と、鉄道、山陽本線の登場により、物流も変わったため、江戸時代に栄えた瀬戸内海の港町は、中継港としての存在意義はなくなり廃れていくことになる。ただ基本線にとっても来島海峡は、航行困難であったため、その副航路として、北側を大きく迂回し、因島の北側を通る。 見晴らせと航路が整備された。この航路は、行き足の遅い船が多く航行し、海岸事故が多発したため、島の北端に、船舶の位置と潮の流れを知らせる大浜崎、船舶通行潮流信号所ができるのである。そして、来島海峡などで発生した船のトラブルに対応するため、近代的な造船所ができていく。特に、因島は、海船操業で培った。 和泉建造技術が近代造船業に結びついていった。因島での造船業は明治29年1896年に創業したハブ選挙合資会社から始まる。日露戦争による戦争激で潤ったものの終戦後不況となりいくつかの造船所は閉鎖。この時に大阪鉄工所の地の日立造船がこの島に進出することになる。 大阪鉄工所含めた大小の造船所は、第一次世界大戦での大戦契機による造船ブームの中で発展し、国内有数の造船量を誇るようになる。島の人口は食工によって増大しそれに伴って、商工業も発展し、それまで農業中心だった島は造船の島へと変貌を遂げた。大阪鉄工所のあったハブは、島の中心となった。当時島には、 鈴木商店出張所や第66国立銀行代理店もあった。因島総合病院は大阪鉄工所開業と同時期に開業し、現在でもこの当所部周辺の医療を支えている。こうした環境の中で技術屋の久保田健次郎や人形の麻生糸が出てくるのである。商品作物の栽培が始まったのは近代初期からである。まず柑橘の栽培が始まり、 大正時代には主要産物となり女中菊が植えられた。これらも第一次世界大戦での戦争迎撃と大阪鉄工所の影響で販路を拡大していった。そして大戦後の戦後強行による造船不況を経て造船所は再編され、後太平洋戦争では軍需工場となった造船所を空襲つまり因島空襲が襲うことになる。戦後も交付橋による 造船業の栄光は、島の経済に大きく影響を与えた。1953年因島市として、市政施行。1983年因島大橋開通により、本州側と1991年、陸地橋開通により、陸地島と陸続きとなり、1999年、島並海道が開通した。これにより、交通利便性の向上のほかにも、 当初部の救急医療や災害対策、観光振興と、ポジティブな側面が増えた一方で、通行料金の問題や、生活の足だった航路の廃止などネガティブな側面も、ある。平成の大合併の際には、広島県豊田郡瀬戸田町や愛媛県落ち郡、上島町との周辺島々との腰県合併、島並市構想が模索されていたが実現せず、2006年、 尾道市に編入された。近代以降の島の主観産業は造船業である。戦争劇や高度経済成長などの後継期での造船ブームにより島は潤う一方で、不況の影響を受けやすく島が沈むとまで言われた。近代以降の島の経済を支えた日立造船も、現在では造船業界再編の波に飲まれている。以下、2013年現在の主な造船所を列挙する。 1991年には、因島技術センターが解消し、造船技術の継承も積極的に行っている。また、日立造船が造船不況対策として起こしたものの一つに、日立造船バイオがあり、ここで研究されていた途中が、因島途中茶としてブランド化された。因島では、村上水軍をテーマに観光展開している。これは、旧因島市が、 造船不況を受けて、島の産業を転換、1989年から水軍と花をテーマに観光業に力を入れてきたことによる、因島水軍城や因島水軍祭り、水軍料理などである。2010年代に入りにわかに活気立っている。きっかけは2014年、和田流村上海賊の娘が本屋大賞を受賞、同年に NHK 大河ドラマ、軍師、 韓米が放送され、二つとも、ちょうど第一次木津川口の戦いを扱った点で、重なったことであった。また同年には、愛媛県今治市村上水軍博物館10周年、記念として、三島村上市の末裔が440年ぶりに顔を合わせるイベントあった。こうしたの中で、小野道市と今治市が共同で作成したストーリー案、日本最大の海賊の本拠地、 芸イ諸島から蘇る村上海族、村上海賊族の記憶マイナスが2016年日本遺産に認定入れた。かつては、女中菊、白花虫除け菊の一大産地で、旧因島市の市花であった。外来種の女中菊が日本に導入されたのが、明治初期、この地方で栽培が始まったのは、明治22年、1889年頃ろ上山、栄一郎によって、 向島でのことで、明治30年、1897年頃から、手芸で栽培が始まった。村上官兵衛らの尽力により、大正になって普及が進み、第一次世界大戦によって、輸入殺虫剤が途絶えると、女中菊の需要は高まった。これは、太平洋戦争時にも同様であった。大正9年、1920年の記録では、広島県の生産額は、 北海道に次いで2位を占めていた。因島での前世紀の作付け面積は350ヘクタール。ただ戦後になると、ピレトリンが科学合成されるようになったため作付けは減始。因島においては、昭和52年、1977年時点で1ヘクタールにまでになった。現在のものは観光用に栽培されている。 また1989年旧因島市が水軍と花をテーマに観光展開しだした際に因島フラワーセンターができ、園内には村上官兵用紙碑ができた。因島の柑橘栽培は明治30年代に様々な種が植えられ、大正初期には産業として発展した。特筆すべきこととして発作と安静館の原木はこの島のタグまで生まれたことである。 一説にはこれに村上水軍が関係しているという。彼らは海外も含め広い範囲で交流があり、島には様々な果物が持ち込まれ、その種が未消し自然交配を繰り返したことによりこれらの増換が埋まったという説がある。柑橘の栽培と販路が広がった理由に他の要因に絡むものがある。例えば第一次世界大戦終了とともに、 殺虫剤の輸入が再開したため、因島の女中菊需要が暴落したことが原因で、未完代を渋る問屋ができたことから、出荷組合の創設が進められた。船員や日立造船などの行員が島の珍しい果物として、お土産で買っていったことが、発作の販路拡大につながったという。1997年、因島市は、規制本因坊収作や、 アンマ4教村上文章がこの地で生まれたことから、町おこしの一環として、囲碁を、市議として制定した。これに、光カのこと2004年修作が、囲碁伝道に検証されたことが、囲碁ブームに火をつけることになる。2006年因の島市は、平成の市町村合併により、尾道市と合併消滅するが、尾道市も、この普及を引き継ぎ囲碁を、市議とした。 2007年合併記念事業として、修作の成果復元と資料展示が決まり、2008年、本因坊修作以後記念館が開館した。石切風切神社には、1926年、混流された本因坊修作碑がある。また地蔵院には、修作の墓が現存する。島の北側にある、白滝山は、標高226.9メートルで、山頂は、 因島大橋を見下ろせる。この山頂から山道にかけて500羅間の石仏家が点在する。作られたのは、江戸時代後期、一環境の創始者、柏原伝六とその弟子たちによるものである。伝六は、因島出身の仏道修行者で、悟りを開き授業、仏教、神道、キリスト教を融合した一環境を開き、信者は一時期一万人を超えたという。 そして信仰として、白滝山に500羅漢を作っていき1827年、文政10年ごろ3年かけて完成した。この中には十字架観音あるいはキリシタン観音と呼ばれる石像があるのは一環境にキリスト教官が含まれていることを意味している。これらを掘っていた際に多くの参拝者を集めたことから一気と危惧した広島藩は伝読を厳しく取り調べ。 誤解が解け電力は解放されるもすぐに死んでしまったという以下、国、県の文化財登録されているものを列挙する。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。